松村邦洋ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。今回は第22回義時の生きる道、視聴率は 12.9 でした。鎌倉殿の 12.9 になりましたですね。また、なんか前回の21回への感想もありがとうございました。八重姫がね、亡くなったということでね、北沢さんですかね、あ、もう会えないのか八重姫にと、大河を見るたび八重樫の変則打法を思い出したし、こうすごいですね。野球と歴史両方通じてるっていう人ですよ。八重姫で八重樫が出てくるなんて、出川哲朗さんでも出てこないですよ。あ、僕もびっくりしましたね。いい感じになっていくんじゃないかなと思いますね。で、今回はまずもう八重姫亡くなって、三浦の義村と義時が心配してた。でもこの3人が、八重姫も含めてこの3人がね、タッチと達也と和也と南ちゃんみたいな空気だったんでね、これの2人は相当ショックだったんじゃないかなと思いますね。義時が、天罰だ、何か言ってなかったか、八重は最後に何か言ってなかったかって言うと、義村がね、そういえば小四郎、今思うと八重さんはあの日気になることがあった。で、八重さんが言ってたのがね、私は悔やんでません、幸せでした、とっても満足でしたよっていう、 なぜかその言葉を吉村に伝えてたっていうね。まあいいことですよね。で、三浦の吉村、あの日は肌寒く川遊びを思うようにできなかったが、子供たちは楽しそうだった。八重さんが言っていたのはこのことかもしれない。それはどうだろうなぁなんて、こう2人で話してました。これね、最終回まで義時と三浦の義村、この2人のバディがこれから大きくなって、この2人が非常にこう軸になっていきますんでね、大事ですね。まあ、新選組でいうと土方と近藤っていうところ、この2人が非常にこう大事な部分になっていきますんでね。そして義時がね、泰時に向かって言ってました。金剛に向かってね、良いか金剛、鶴丸を恨んだよな、鶴丸を憎む暇があるならその分母を敬え。恨むんじゃないと、母を敬えって、まあこの言葉は私もちょっとこれ大事な言葉だなと思って見てきましたですね。苦しい時は母を敬え、母のしてきたことを思い出すんだと、父が必ず今後お前を育て上げてみせるって、カライバンコールがブワーンとかかってきましたですね。でも鶴丸っていうからね、俺も鹿児島に鶴丸高校っていう進学校があるかなと思ってたんで、島津のご先祖なんかななんてこう思って、よく考えてみるとね、これ平の盛綱っていうね、もう北条家のもう直接もう身内人っていうか警視っていう役回りしてるんですけど、多分この鶴丸が御成敗式目も作ることにも大きく役立っていくわけなんですよね。この平森綱の鶴丸の流れが、時宗の時にはちょうど北村一輝さんがやってましたね、平の頼綱っていうのね、これが足立を滅ぼすわけですよ。後々ですけれども、片岡鶴太郎さんが北条高時やってた時に出てくる長崎延喜、この辺りが全部これ鶴丸の流れになっていくんじゃないかなと思っておりますね。フランキー栄さんが出てたんですよ、長崎延喜でね。最終的には新田義貞に東照寺でもう北条が滅ぼされるところにいたっていう役だから、これ鶴丸っていう部分が非常に大きな鍵を握っていくんじゃないかなと思いますね。長澤まさみちゃんが言ってましたね、日の本が源氏の名のもとに平定しましたと、ただそこには多くの別れがありますと、頼朝は上洛していく、この上洛が実現していくんだよという、今回のテーマですね。頼朝がね、もうちっちゃいこの孤児院というかね、八重が作ったもうみんなみなしごの人たちの施設、ちびっこハウスみたいなところに挨拶に来てました。頼朝が、元気じゃん、おう、小四郎、上洛が決まった、10月に立つ、一緒に来てくれ。私はこの子供たちを育てていくのが八重さんの供養だと思ってますんで、それで手一杯です。都の景色を見れば気も晴れる、これは命令じゃっていうことで強く言って、ちょっとこうふてくされた義時っていう感じだったですね。
ね。そして上洛していきました後白河法皇と頼朝が面会ね、二人が揃うシーンです。今まではなかなかなかった。だから初めて後白河法皇を見たってことで夢の中で出てきたのと一緒だったという流れの会話が出てましたね。西田敏行さんも今回が最後ですんでね、力振り絞ってましたね。大軍を連れてきたものだな。建久3年11月9日1190年ということで、あと2年で征夷大将軍、いい国作ろう鎌倉幕府に1192になっていくわけですね。見せつけておるのなら大成功。おごった武士は皆滅んだ。我らを亡き者とするならば、この日の本は収まらん。やれるものならやってみるがよい。新しいよ、戦のないよ。薄っぺらいことを申すの。誰より業が深いくせに。命からがら逃げるのはまっぴら。戦がなくなり喜ばぬ者などおりません。ただし武士どもは別。あの者たちをおとなしくさせねばなりません。ぜひともお力を貸していただきたい。私が欲しいのは朝廷が与える誉れであろう。ついては我が娘を若き帝の妃としていただきとう存じますということをね、言いましたですね。まあ、これねこう思うのはね不思議だなと思うのは、 YouTube で撮影するために字幕付きのテロップを見ているんですよ。そうすると西田敏行さんのセリフのところでね、ヒヒヒヒヒフフフフフフ、一言セリフが入るたびにヒヒヒヒヒフフフフフって妙に多いから、西田さんのセリフの時はこうテロップの方が大変なんじゃないかなと思う。まあ今回でそのテロップをね、やることはないと思いますけど、ずいぶん前に、ね、西田さんからメールが来て、まっちゃん今日で終わったよ、撮影が終わっちゃったよ、まっちゃん本当これからも応援してね、よろしくね、なんてちょっと何ヶ月か前にご連絡が来たなというのを思い出しますけれどね。そして、後白河法に会った後はやはり、これからタッグを組んでいく九条兼実、これはココリコの田中くんがいい芝居してましたね。昔は草燃えるでは高橋正也さんがね、大英テレビの大丸の社長の役とかスクールウォーズにも出てました高橋正也さんが出てましたけれどね、九条兼実と源頼朝の会話というのがね、うまくスムーズに進んでおりました。初めて後白河法皇を見た時のイメージはどうでしたかって言ったらね、ちゃんと言ってましたね、頼朝は夢枕通りのお方だと。そして今回全国に守護を置いていただけるということの交渉がうまくいったと。ただね、うまくいかないのは九条兼実の娘が後鳥羽天皇の妃になるということが決まってるんで、大姫のことは却下になったんですよね。それを九条兼実がちょっと嫌味のように言ってましたが、ただ九条兼実からの情報を後白河法は病がちでもう長くはないよという状況を教えていただいておりました。そして頼朝は御家人たちの食事会には出ないんですよね。御家人の飲み会はもう和田の義盛がまた仕切ってました。せっかくよ祝いだったのによ、なんで鎌倉殿は来ねえんだ、なんてこう言った。小四郎どういうことだよ。私に言われても分かりません。あの方を囲む席だろうがよ、なんてこう言うとね、和田の義盛が今度の大江の広元に聞いてくるわけですよ。そうすると大江の広元の方もね、これは工藤祐経と一緒に今歌会の方に行っておりますね、ってそこの歌会のシーンが流れましてね、冬も凍らぬ思いなりけなり、なんていうの、工藤祐経がまたこの人ね、周りにも京都で評判が良すぎたので義理のお父さんのもう工藤祐経が怒っちゃったということなんですよね。そうすると三浦もね、気分いいもんじゃないですよ。三浦の吉村もね、怒ってました。工藤も随分鎌倉殿に気に入られたものだな。畠山も悪口言ってますよ工藤に。都に通じておられるからでしょ。ただの腰抜けだろ。
あいつはただの腰抜けだ、なんてみんなにこう言われておりましたですね。そして大江の広元が絡まれてました和田の義盛に、あんたこういうところ珍しいね、俺たち田舎者と飲んでくれんのか、楽しくねえんじゃねえか、なんてこう言うと大江の広元をね、私は都落ちした者とバカにした人を、嘲笑った者を鼻を割って明かすことができたと、坂東の勇者のおかげですよ、ということで、また大江の広元も用意書すると、ああ嬉しいな嬉しいな、そうだ小四郎にふさわしい女子はいねえか、女子は、おお大江の広元殿、小四郎にふさわしい女子を探してくんねえか、なんてこう言うと三浦の義村がね、小四郎の女子を失って、小四郎、女子を失ってできた心の深い穴を埋めてくれるのは女子しかいないぜ、なんてこう言うとね、だから義時もね、だから俺の話はもういいんだ、なんてこう言ってましたね。そして一方、ちょっとこの本筋と離れた御家人たち、なぜか三浦の義村の父親もいます、比企、岡崎、三浦のお父さん吉住、そして、岡本信人さんの千葉といったこの人たちが、のりよりと一緒にこう飲み会をしているわけなんですよね。そこはなんかちょっとこう、ちょっとクーデターを起こすんじゃないかなと。上総介をがはめられた時と同じように、ただねこの人たち言うのは、もう岡崎とかね千葉とかっていうのはね、悪口結構言うんだけど腰が重いんですよね。そして上総介が責任取って殺されなきゃいけない、多分今回このこういう騒動に巻き込まれるのは範頼ですね。範頼ね、範頼ほんと人がいいんですよね。よく考えたらね、もう範頼はずっと壇ノ浦で宝剣探してるんですけど、この時まで5年間探してたらすごいなと思いますけど、比企ってのはちょっとしたたかですよね。佐藤二朗さん自身はなんかこういい俳優さんで歴史探偵とかもやってらっしゃいますけど、比企っていう字はね、もう比べるに、まあ企てるっていう、まあたまたまなんですけど、そういう字を使ってるだけで、こういつもなんかこう名のごとく企てをよく犯してるっていうイメージがありますね。この後範頼は富士の巻狩りでちょっとこう巻き込まれていって、修善寺に幽閉されるんですよね。比企が絡むとなぜか頼家じゃないけど修善寺に幽閉されるパターンなんですよね。なんかちょっとこの辺もあたりも面白いんじゃないかなと思いますね。範頼はいい人ですよ。つまらぬことを申すな、兄上あっての私だ、お前ら勝手なことを言うなと、私は兄上が大好きだということですね。そして、大姫と雅子、そして、前女に子供が生まれましたですね。でまあ和気あいあいとしておりましたですね。そこになぜか時政が連れてきたのが伊藤の実様の流れですよね。だから伊藤の助近のね、浅野和之さんですかね、浅野和之さんの長男の息子なんですよ。本当だったら伊藤家を背負ってたっていい形になってなきゃおかしいんですけどね。本当だったらもういい流れでもう八重姫と頼朝がうまく結ばれてたら、もう伊藤の十郎の助成なんてのはひょっとしたら執権になっててもおかしくないんじゃないか。曽我の十郎と曽我の五郎、これが富士の鷹狩りのキーポイントになってきますね。烏帽子親はなんと時政ということで、もうこれも時政も非常に可愛がって御家人にしてもらえるように俺も動くからなーなんてこう言っておりましたですね。で義村も言いたいのはね、三浦の義村もね、もうほんと北条義時とのあの子供いっぱい預かってるところにね、義村の子供も預けて、自分で自分の子供ぐらい育てろよと言いたいですよね。そして新田の忠常も実は奥さんが具合悪くなってんですよね。でそれで義時と一緒に子供たちの面倒を見ようかなって言って、そこでもうすごいですね、ティモンティの高岸くん自分の持ちギャグ使ってましたよ。やればできる、いいんですかあれを鎌倉殿の13人のセリフの中に三谷さん遊んでますね。面白いなと思いますね。そして雅子が昔の格好をして義時のところに見舞いに行きました。そうすると昔の話してますね。で義時が言ってましたね、
や、姉上と子供の頃よく遊んで、よく首絞められましたって、どんな遊びしてんだろうって。私はね、首絞めるのが大好きなの。男をね、って言って、頼朝よく耐えてるなぁなんてこう思ったりしておりました。そして、北条義時は、やっぱりこう、姉の政子のことを慕ってんだな。そして、後白河法皇が立つとうと、最後のシーンですね。平家が焼いた奈良の東大寺ですよね、なんとでございますね。そこは本当に言うと、山口の徳寺の木材を長元が運んだっていう、そこの下りはいいとしても、やっぱり平家が焼いた大仏をもう後白河王が再興したっていうのは非常にね、貢献度良かったんじゃないかなと思いましたね。もう後白河王も見事じゃ見事じゃなんてね、わしが守り抜いたぞ、守り抜いた、守り抜いたぞ、めぐみかお、みかどって言ったけど、もう声になってない。守り抜いたぞ、みかど、頼りはあるよ、楽しまるよ。もう死ぬ間際なんで言葉が全然発しないんですけど、死ぬ。さあ、みかど、楽しめ。この後後鳥羽天皇が後白河の意思を継いでいくわけ、承久の乱になっていくわけなんですね。面白い、ドラマになっていきますね。そしてナレーション、これ面白かったですね。乱世をかき乱すだけかき乱した法皇様が、あの日本一の大天狗と言われた後白河法皇様が死んだって、かき乱すだけ乱したって、こういうナレーション面白かったですね。そして、いよいよ後白河法皇が死んだということで、待ってましたと征夷大将軍になりました。征夷大将軍になりましたねなんてこうみんなに言われても、いやいや征夷大将軍なんと肩書きじゃ大したことはない。政子もう一回言ってくれよ。征夷大将軍、おお征夷大将軍だ、してましたね。そうすると政子が飛び跳ねておること、お腹の子にあるだと、あ、今お腹の子が蹴りました。何、征夷大将軍の息子がお腹を蹴ってるのか。浮かれた夫婦ですよね。そうこうしていくうちに生まれました、政子のから後の源実朝千幡が生まれました。なぜか全成が不安なんですよね。私の占いは半分しか当たらない、吉とは出たが半分しか当たらないって、それいつもなんだから別に悩むことないだろうって言うんですけどね、半分当たりゃ十分ですよね。一郎だって3割しか打てないんですからね、あの一郎でさ3割しか打てないのに、ああ半分当たれば大したもんですよね。これでとうとう実朝の目のとか北条がやるっていうことで比企が慌てましたね。なんとかならないかということで、比企って女性の綺麗なのがいっぱいいるんですよね。女性の置屋みたいな、なんかもう風俗のお店みたいな感じですよね。キャバクラ嬢が養成所みたいなもんですよね。お里がいます、誰々がいます、次送り込むのは雛をそばめにしてもらいましょうなんて言ってね、昔雛の役はね、草燃えるでは坂口涼子さんがやってましたんで、今回俺坂口アンナさんがやってくれたら面白いなぁなんてこう思ったんですけど、それはもう無理ですわ、いろんな意味で家庭事情でちょっとこう無理だなぁとこう思いましたですね。比企はね、まあほんと女性がいっぱいなんでね、でなぜかそばめに用意しようとしたら、もう頼朝も喜んでぞっこんですよ。政子の許可もらわないと難しい、あれにはわしから伝えておくって、伝えてなかったのがちょっと命取りじゃないですかね。で今回の鎌倉殿の13人も草燃えるも唯一言えることは、あの身ですね、泡のつぼねがやっぱり政子にいつも吹き込む、この流れのこの連携プレーは時代を超えても変わらないんだなと、草燃えると鎌倉殿の13人の唯一の共通点、これはいいですね。そして、この雛がね、
いずれ、姫の前ということで義時と結婚して重時とかこの友時とかを産んでいくわけで、これでちょっと泰時とこうちょっと揉めていくんじゃないかなと思いますけど、政子がカンカンで怒ってきた時に頼朝うまくかわしましたね。あれだけの女なら坂東にはおらんぞ。あれだけの女は小四郎にぴったりだ。小四郎、お前は雛と結婚させよう。政子、小四郎の嫁は雛に決めよう。ああ、そうすると政子も闇のようにトントン拍子に進むと気持ちがいいですね、鎌倉殿。おお、そうよそうよの、うーという落ち込み具合も良かったですね。とうとう政子の邪魔が入ったので、雛は義時と結婚するように持っていこうとしたんだが、義時が乗ってこないんで、もう雛としてはもう気持ち的に乗らないですよね。で、比企に戻って、どういうことですか、話が違うじゃないですかと、比企のね、義和も鎌倉殿の指図じゃ仕方がねえな、鎌倉殿はダメか、あんな小四郎どうだったつって、小四郎はなんかしつこいみたいでね、あんまり良くないでしょ、あの人むっつりでしょとか散々な言い方ですよね。あの道っていうのはもう小四郎の悪口ばっかり言っておりましたですよね。そういう比企の人たちもいまいち小四郎には乗ってこないのと、小四郎に対してね、でも小四郎的には比企と結んだ方が政治的にはうまくいくっていう政子の考えは正解だったと思いますね。そしてとうとう泰時がなんか喧嘩をしたということでね、暴れてたということで、義時がもう金剛に対して厳しく言ってましたけど、金剛は一つも言い訳をしないんですけどね。しかも足立の森永殿、足立の藤九郎の息子、びっくりしましたね。ぽっちゃりじゃないですか、あれ。あのぽっちゃりだったら多分足立の後の影森だけど、内山くんがやってもいいんじゃないですかね。脇智弘くんがやってももういいんじゃないですか。ぽっちゃりじゃないですかね。途中で、江口洋介さんみたいに子供の頃デブでパッとかっこよく痩せる場合もありますんでね。これはまあわかりませんけど、足立の影森っていうのは昔は日野翔平さんがやってましたけどね。じゃあね、だからあの足立の影森、ヤクロって言うんですよね。ヤクロと金剛がちょっとこう喧嘩するんですけど、この2人の喧嘩は鶴丸を守るためにやったらしいんですよね。鶴丸がこうね、親がいないからこのみなしごっつってヤクロが言ったことによって、とうとう金剛が怒っちゃった。だからこの辺りはね、いい空気なんですよ。やっぱり金剛っていうのはね、性格がいいんですよね。で、最終的に鶴丸のご先祖が足立を滅ぼすんですよ。だからこれ鎌倉に詳しい方は、あ、足立と鶴丸がちょっとこう喧嘩をするくだりが後々なんかこうなんかね、あの鎌倉幕府が滅びるちょっと手前ぐらい、あの今の時代から120年経って足立がとうとう滅びますんでね、なんかちょっとギクシャクした空気っていうのが今のうちから描かれていくんじゃないですかね。でも義時のいい言葉言ってましたね、金剛に。教育、どんなわけがあっても手を出してはならん。北条は立場が上なのだ。慎み深くならねばならんぞということを金剛に伝えてました。金剛は立派な人間になっていきます。そして蘇我の十郎と五郎が牧の方のとこ行って仇討ちがしたいと言うと、もう時政も仇討ちならやった方がいいみたいな空気になりましたですね。この辺りはうまく描いていますね。草ボイルとか見てるとね、もう蘇我の十郎と五郎が勝手に謀反を起こしたっていうことで、時政は一切あの感知してない流れだったんですが、今回はもう時政がやっぱ伊藤と親戚関係っていうのもあって非常に関わりが大きかったですよね。そして、義時が本当に、金剛と鶴丸を抱いて、ああお前はいい子だな金剛と、
鶴丸のことを守ろうとして怒ったのか、それならいいやつって、こう2人を担いで歩くシーンっていうのはもうハウス食品のコマーシャルやってる小栗旬さんと変わりませんよ。非常にもこのシーンこのまま使えるんじゃないですか。鶴丸を恨むな、母を敬え、有限にしよう、さあ飯を食うぞなんて、こういい空気で行きましたですね。ヤストギが楽しみですよ、これから大きくなっていくのがね。ヤストギって草むぐりの時はね、あの帯としのりさんが子役でやってました。帯としのりさんはね、時をかける少女の時とかね、時一族の時とか、ヤストギの時とか、時の役がやたらと多かったですけれどね。あ、でも来週あたりは大きくなってるわけなんですよね。そして工藤祐経がね、これから頼朝に対して言ってましたね、富士の裾野で巻狩りってのはいいんじゃないですか、自分が死ぬの分かってんですよこれからね、そういうこと言ってるのが間抜けで面白いですよね。そして曽我の十郎と五郎が岡崎と比企と組んでなんかこう動いているシーンがありました。そして比企が気づいたのは北条がこれを知ってるってこと、北条を謀反に仕立て上げたら北条も消えていくわけじゃないですか。そうなると比企にとっては非常に大きなチャンスにもなるわけですよね。そして本当も曽我の十郎と五郎からするともう伊藤の血を引いてるんで、伊藤の血を引いてるからなかなか御家人にもなれなかったっていう悔しさがあると思うんですよ。頼朝に対してはものすごいこう憎んでると思いますよ。八重が生きてたらこれ止めれたんじゃないかなと思いますけど、すごい空気が悪くなっております。曽我兄弟は要は父の敵ではなく頼朝の暗殺を企てて、そこに北条が加わってたとなると大変なことになるし、それは比企の思うつぼにもなりますね。祐経への敵討ちは十中八九失敗するともう比企は睨んでいますね、そして今回は善児が出てきましたけど、善児は暗殺はしません。来週あたり大きな暗殺をするんじゃないかなと思っております。そして二階堂が出てきましたね。二階堂いろんな書物をまとめてやってるんですけど、義時が頭がいいからいろんな書物書んでいろんなことやってるんでね、あんたがいるとやりにくいんだよなんて言いながら、梶原殿がお呼びだぞということで梶原のところに呼んでました。どういうわけか梶原は和田の義盛に侍どころとしていろんな相談をすればいいのに、梶原は唯一義時のことだけを認めているんですよね。で梶原景時が言ってましたね。お呼び立てして申し訳ない、再び謀反の気配だ。そうするとね、小四郎もね、私ではなく和田殿に言うべきでしょう。曽我の十郎五郎烏帽子屋はそなたの父上時政だ。父が関わっているということはそなたもまずい状況になるぞ、これは気をつけねばならんということを伝えましたですね。曽我が出てくる、曽我兄弟っていうか曽我っていうの出てくると、なんか大化の改新の時もなんかこうなんか、こういうクーデターには曽我ってなんかつきものじゃないけど、そういう部分があるんじゃないかなと思いますね。そしていよいよ来週坂口健太郎さんの北条泰時が出てきますよ。先週までのちっちゃい子役の身長が126センチ。坂口健太郎さんは183センチですよ。一つの回で背が伸びすぎです。60センチも伸びたのは過去の大河ドラマで一番すごいんじゃないでしょうか。そして小栗旬さんの顔のパーツですよ。そこに新垣結衣さんのパーツを足すと、なんとなく坂口健太郎さんになりそうな感じもしますね。来週は富士の巻書きです。曽我兄弟も出てくる。ノリよりもいろんな部分で追い詰められると思います。ものすごい大きなメインイベントです。ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。松村邦洋ためにならないチャンネル鎌倉殿の13人、ぜひ見た後はぜひ取っ手出しの方も見てください。よろしくお願いします。